こうやって2人で走るのがなんかこう不思議やな。しかもこの車って、そうですね、絶対不思議よね。あの頃ありえんもん。おお、すげえ。何今の握り。これで安定するのが FF のすごいとこね。すぐ楽しそうに走ってるじゃないですか。もうなんかちょっと自分のものになってきて。お、着地の時の感じがもうちょっとリアがの足が動くといいかなと思うんですけどね。おお、曲がんない。フロントに金が一気にかかるかな。で原さんがうますぎてちょっとこんなあと運転できないよ。ちょっとうまい。この臨床感は伝えられないかもしれない。すいません、ありがとうございます。いや、まずね、もうちょっとねバギーのリハビリをしてからじゃないとあれなんですけどね。ちょっと高橋さんやってみましょうか。いや、行ってみましょう。ちょっとじゃあカメラかはめますか。ちょっとやってみようかな。じゃあ行っちゃいましょう。おお、半分に曲がらない。握って安定性でも本当にそうなんですよ。おー、フレックス。おお、着地も全然安定してますね、これでもね。うん、ここだけはスキンします。ちょっと、なんだろう、どこのこのパイプに乗り上げてもオンしておけばなんとかなる感じ。うん、わーめ。そうか、これ曲がるのも意外にスロットル煽ってれば曲がってくるんですね。そうなんですね。どうでしょう、高橋さん。いや、全然よく走る。これ戦えますよ、これ。戦えるですか。楽しいよね、高橋さん。いや、めっちゃ楽しい。すごい楽しい、本当。オンでガンガン突き進んでいく感じが。四駆でもやっぱり、うん、あの握りしたと破綻するんで、多分あのどっか行っちゃうでしょうね。うん、ああ。あのフロントが空転するからごまかしが効くっていうところもある。ああ、なるほどですね。高橋さん、めちゃめちゃ面白いですよ。あれは。ようやくセーフを回転しました。かなり変わったと。正直、思ったより、やる前は、多分あんまよく、ダメだろうなと思ったんですけど、これ、可能性感じますね、やっぱり。ね、30年禁止されたくないからな、なんせ。あ、もうちょっとあの曲がりを、よくなれば。で、もうちょっとあのリアの動きを使えるようになると、もうちょっとジャンプの着地とか、原先生、後でセッティングを、はい、できる限りの、うん、これ思った以上に走る。思った以上走りましたね。思った全然走る。これ本当にあれですね、うん、冗談抜きになんかやりたいなって思います、ね、いや、可能性感じる、本当、うん、すごい。なんかあのセッティング的にはまだまだ先がありそうな、うん、まあ、原君はだいぶその辺はさっきからいろいろ言ってましたね。もう思うとこいっぱいあります、やっぱり、ね、マニアですか。僕にはもうこれが全然、いやいや、十分っすわ。うん、だって多分下手するとちょっとやり込んだら、うん、今の現行の肉よりもそのままやったら早いかもしれない。食わなきゃ食わないほど、うんうん、アドバンテージは生かせるかもしれない、うん、出来上がってない路面、うん、出来てるカーペットの面とか、うん、ちょっとっていうふうな感じ、うん、やっぱ土で戦ってほしいと思いますね。
この間の2年前の五条の時がちょっとやっぱり路面的には FF は厳しかったですね。あれは、ね、まあ発展中で、うん、まだ出来上がってない うん、やっとできた車やから、うんうん、だから納得できなかったのがあるかな、うんうん、これで終わりにするって言ったらいやいやもうちょっと詰めろよって誕生した車は、なるほど、そんな走ると思わなかったすごい走りましたね走った、よく走る。うちの子それちょっと癖あるじゃないですか、さすがに厳しいかなと、ちょっと内心あんま走らないとどうしようと思ってたけど、タイヤも適当につけて、グリップ台もつけずに、なんか新品ですよね、うんうんうん、いきなりボンタスつけて、そうそうそうあれバターに2人に納得してもらえた、いやこれはかなり納得ですわ、やっぱり努力の結晶が見えますよ、見た見えますよ、これはね、50台じゃ足りないですか、うん、2年半200台ぐらい行きますか、やっぱり遊びを本気でやってるって素晴らしいですね、そうそうそう、いや、本当そう、本当そうですわ、そう遊びはやっぱ大事よね、これ、あれですね、あのローパワーでもローパワーの方が活かせる感じですね、オイルスピン少ないから色はある、しかもこの車ってそうですね、めっちゃ不思議よね、あの頃ありえんもん、たまに起きるような感じ。いつも動画見ていただいてありがとうございます。非常に活かされております。よろしければね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。またツイッター、インスタ、フェイスブックもやっておりますので、そちらもフォローをぜひお待ちしております。